とにかく小田先生はこのナンバー2かっこよく描きがちみたいなのがありますよね。今挙げたやつ全員かっこいいもんな。知的で頭が切れてルフィの味方をしてくれるみたいな。竜王みたいな、触れずに殴るみたいな。でもあれも覇王色もまとうみたいな概念もあるから、まあ一応武装色で竜王みたいな、ね、内部にダメージを与えるみたいなのがあるのと、全身武装色みたいなね、武装効果みたいなベルゴさん。そのぐらいしかなくて、武装色の中にも、なんか種類があるみたいな説明は今のところないんじゃないかな、多分。武装色持ちのやつなんだけど、二人のやつがいて、こいつはこの武装色が得意、こいつはこの武装色が得意みたいなのは多分描かれてないんじゃないかな。そこもなんか今後描かれていく可能性はありますよね。見聞色とかも見るとかね、ウソップがシュガーの姿、なんか見えるぞって言ってめちゃめちゃ離れているシュガーの姿を確認できた見る方に特化している、覇気と、あとは桃の助とか聞くとか、そっちにこう特化しているアイサとかね、マントラみたいな形でとか、めちゃめちゃ広範囲にいろんな人の声が聞こえるみたいなね、コビーとかもそうだったけど、武装色の細分化は今後描かれていく可能性はあるし、覇気が全てを凌駕するみたいなのがねあるから、覇王色もかなり性質がいろいろ分かってきたところなんで、武装色もここから大事になりそうな気配があると。かなりこうね、複雑にはなってきてるけど、まだついてはいけてるよね。まあ覇気っていうのは3種類あって、であとは悪魔の実の能力の相性プラス覇気の種類、覇気の強さみたいなので戦いっていうのがこう行われていくみたいで、そこになんか種族の強さとかね、ルナーリア族の強さとか、なんかその辺も多分ね込み込みになっていくんで、なかなかドラゴンボールみたく戦闘力高いやつが強いみたいな、そういう感じではなく、相性みたいなのがじゃんけんみたいなね、そこはかなりこう強調されてる感じがしますけど、あと黒刀とかっていう表現か、全ての刀は黒刀となり得るみたいなのも、まあ武装色の一つの種類みたいなことなのか、自分だけじゃなくてこう他に影響を与えるというか、まあベンベックマンのとかヤソップとかが、キザルがなんでこう手を挙げたかっていうと、特殊ななんか回廊石の銃を使ってるか、あるいはもう銃に覇気を込めてこう撃つことができるかみたいな話で、でそれ細分化じゃないもんね。でもね、別にね、今まで106巻出てますけど、武装色に関してはそんなにこう細分化というか説明がそんなにないというか、まあ竜王のところで結構しっかりとした説明はあったんですけど、ぶん殴ったところの範囲を広げられるみたいな話なのかな。なんであんなでかいもんパンチで真っ二つにできるんだみたいな、威力がとにかく強いからでいいのか、武装色のなんかこう説明をした方がいいのかとか、ね、まあそれで言ったらミホークとかもそうなのかな。ミホークが氷バッシーン切ってあんだけでかいのバッシーン真っ二つにしたみたいな。でもあれも斬撃だからね、でかい斬撃をミホークがこうやったって考えれば、まあ別にコビーと一緒とは別に言い切れないか。クッソ強いからで良さそうなんかそんな感覚がありますけどね。ただまあね、今まで見聞色もその覇王色もかなりのこう説明というか、論理的な説明みたいなさ、論理説明パート入るじゃん。書き込めてない時はこう、込めたらこうみたいなさ、竜王というのはこうみたいな図入りで具体説明パートで、具体説明パートはかなり入っていくんで、ロックアップストリームのところも、空島の成分のところも、波のソーサリークリマタクトみたいなところとかも、ミラージュテンポみたいなところとかもね、かなり入るんで、武装色に関しては細分化、後々説明が入るのかな。ナンバー2がルフィの味方になる説ですよね。キング、カタクリ、マルコ、レイリーとか、その辺がほぼほぼもう味方って言っていい感じなんで。ってなると、ベックマンとかも今後の展開で、シャンクスと黒ひげが戦ってシャンクスが負けるってことを私は予想しておりますが、ベックマンとかは生きながらへルフィに加勢してくれるとかね、なんか展開法ありえそうな感じがする。何もするなキザルはかっこよかったけど、ルフィからしたら第1話のベックマンのまま来てるし、頂上戦争では気絶した状態の時に来てるから合ってねえ感じだし、ベックマンが登場してルフィと話すとかさ、まあラッキールートルフィが話す、ヤソップとルフィが話すとか、まあその辺が描かれた時の熱さをこうイメージするだけでやべえですけどね。どうなるのか、まあシャンクスとはだから戦う展開にはどう考えてもなんねえよな、可能性ありえるんじゃないかっていう感じですよね。ナンバー2が味方になる説というか、まあ黒ひげの2番手の支流みたいなのはさすがにこっち来るのはなさそうですけど、とにかく小田先生はこのナンバー2かっこよく描きがちみたいなのがありますよね。今挙げたやつ全員かっこいいもんな。
知的で頭が切れてルフィの味方をしてくれるみたいなね。吉典さん、カペガイ、ありがとうございます。エッグヘッドでルフィたちが立てこもってる間にベガパンクや他に付き添いと一味の誰かを先に脱出させて落ち合い、先として魚人島をチョイスした。その後ルフィたちも脱出して魚人島へ向かったが、そこはマザーフレームで焼かれた後だった。その光景に立ち尽くすルフィの状態を見たのがマダムチャーリーの予知映像だった。面白いんすけど、マザーフレームで魚人島が滅びる、そこにルフィたちも来て魚人島が滅びる未来がそこで回収されるっていうことなんですけど、これ立地的に無理なんですよね。でこの話も考察で出したいと思ってんのもあるんですけど、マザーフレームって魚人島には撃てないんですよ。なぜかというと魚人島の上にレッドラインがあり、その上にマリージョアがある。これマザーフレーム魚人島に撃てないんですよね。まあ、マザーフレームの性質はわかんないですよ。斜めに行けるみたいなのがあるんだったら行けるんでしょうけど、しかも海底1万メートルでレーザーなのか大砲みたいなことなのか、ちょっと動力とかあれはわかんないですけど、1万メーター深海の魚人島を滅ぼせるかって言われたら滅ぼせないと私は思ってるんで、かなり面白いですけど、私的にはマザーフレームで魚人島だけを滅ぼすのは厳しいのかなって思ってたりするし、であとはそれがめちゃめちゃ意味を持ってくるというか、マザーフレームがあるからこそマリージョアに登りにくいとかね、その辺をどういう風にルフィたちが突破するとか、世界を巻き込む巨大な戦争の時にどういう風にマザーフレームをかいくぐってマリージョアを攻め込むのかとか、その瞬間のことを考えられる段階に入ってるのかなっていうね、具体的にそういう考えではいますね。ジェニーさん、1600円、ありがとうございます。モッチー先生、お疲れ様です。ワノ国編でマネマネの実、バリバリの実が継承されていますが、唯一トキトキの実が継承されていません。今後最終章でこのトキトキの実が誰かに継承され、展開が大きく変わってくるのではないかと思っています。ユキユキの実、ナギナギの実もありますが、トキトキの実が重要になってくると思います。よろしくお願いしますどういうこと何をよろしくされてるの。シャンクスが受け継いだ説とかね、ありますけど、時々のみが重要になってくる。ただ、我々が体験しているワンピースの世界ってルフィ視点なんで、時々のみの能力者が出てきて、それがルフィたちを飛ばすとか、未来に飛ばすとかだったら、そのまま冒険は終えるんですけど、ルフィ視点で時々のみの能力者が出てきて、ルフィたち以外をね、時に飛ばしたとして、そのリアルタイムの物語の進行と同期しないというかね、結局飛ばしたんだ、みたいなので、数日後に飛ばすとかもできるのか。ルフィたちがそこに追いついて飛ばしたやつが先に何かをしてるとか、なんかそんな感じのバトルなのか、数秒後に時を飛ばしてどうとか、そういう話になってくるのかな。バトルで時々が絡むのか。私的には時々が時から誰かに引き継がれてめっちゃ活躍するというよりは、前任者というか、やっぱり空白の100年より前とかから飛んでくるやつっていうのが波になるのか、波が結局飛ばされてましたとか、過去のやつの方がなんか重要視はしてるんですけど、時々がシャンクスだとしたら、どういう物語なんだろう。時々のみだけはマジで物語を変えるもんね、根本から。ルフィを未来に飛ばすとかできるんだよ、400年後に。チートすぎんだよな、出てきたら。で、1億年後とかに飛ばせば全員殺せんじゃないよ。どこまで制限があるかだよ。ムカついたら、うわーっつって、どんどん飛ばしていけば、うわーもううわー時々のみ、どんぐらい負担かかってどうとかっていうのも何も分かってないよね。ワノ国近海に来て、なんか海賊とかに襲われてましたけど、あれ時バーン飛ばしてやれば終わりですもんね。全部その場から消せるんだもんね。なんでそれやんなかったんだろうね。カイドウオロチを1億年後に飛ばすとか。できなかったのかな。発動までのため時間が長いとか。他者には使えない。覇気が強いから、でもオロチは飛ばせそうだよね。うん、だからその説明ないとダメだよね、やっぱりね。その説明がないと、なんかよく分かんなくなるよ。まあ、だから何らかの制限。めちゃめちゃ時間かかるとかね。めっちゃ集中力必要とか、その隙にやられちゃったら元も子もねえみたいな。条件がないと最強すぎる。そうだね。よくよく考えたらそうだもんね。全員うわーって飛ばしまくりゃいいんだもんね制限なしだったらね。どうなんでしょうか。描かれる日が来るんでしょうかというね。